はいどうも、しんのすけです。今回の動画はですね、物乞いについて考えていきたいと思います。道端だったりとか路上とかでお金を恵んでほしいとか、何か食べるものを要求されることが物乞いなんですけど、実際に僕もケニアにトータル4年間住んでいて、道端の子供だったりとか、あるいはおじいちゃんおばあちゃんとかにね、要求されることがかなり多くてですね、この問題に対してどういうふうに対応すればいいのかなっていうことを常にね、考えていたので、今回の動画では僕の考え方というか、物乞いに対してどういうふうに対応するのかっていうことをね、僕の考えを話していけたらなと思います。まずね、最初に結論から言うと、物乞いをされた時にこうしなければいけないっていう正しい答えはなくて、自分がちゃんと考えて自分の判断で物事を考えようっていうのが僕の考え方です。なんでかっていうと、一口にね、物乞いって言ってもいろんなパターン、ケースっていうのがあって、ただ単純に今日食べるものがないから、その今日食べるものをくださいっていうだけではないっていうことですね。あとはそれぞれ人によってもね、どこまで自分がすればいいかっていうのは本当に人それぞれ考え方が違って、その基準が違うっていうのがあるので、こうしなきゃいけないっていうことはないですよっていうことです。でやっぱりね、自分もそうですけど、困っている人がいたら助けてあげたいなって思うし、助け合える世の中になったらいいなっていうふうに思っているんだけど、それだけではね、説明できないというか、それだけではこの物乞いっていうものはなくならないというか、そういう現状があるっていうことですね。実際に僕がケニアで物乞いの状況に出会った時にどうしていたかっていうと、ケースバイケースでお金や食べ物をあげる時もあれば、あげない時もあったです。じゃあどこで線引きをしてたか、どういう時にあげて、どういう時にあげなかったかっていうのをお話しすると、何かをあげた時っていうのは、一つは相手がちっちゃい子供で、本当にお腹を空かせていて、何か今食べるものが欲しいっていうケースも実際に僕は遭遇していて、本当にそうかどうかっていうのは自分の目で見てみないとわからないものではあるんだけど、子供が僕の元に駆け寄ってきて、食べ物がないからお金くれって言われたんだけど、その時僕は時間的な余裕もあったので、その子供と一緒に近くの屋台に行ってご飯を買って、その子に食べさせてあげるっていうことをしました。あとは自分に余裕がある時ですね。時間的な余裕だったりとか、金銭的な余裕ももちろんあると思うんですけど、お金をくださいって言われた人ともちょっと喋ってみたりとかして、相手の話を聞いたりとかして、自分がその相手に対してそれをあげた方がいいなって思った時はあげるようにしていました。逆に、じゃあ実際にどういう時に物を要求されても渡さなかったかっていうと、一つは自分が急いでる時、時間的な余裕がない時ですね。そういう時は、その相手がどんな人かとか判断はできない。もしかしたら本当に困っている人がいたかもしれないけど、それはその状況の中では判断できなくて渡せなかったっていう時があります。あと、もう一つは明らかにその物乞いがビジネスとして行われているっていうのが判断できた時ですね。で、この物乞いビジネスっていうのは、僕がいたケニアだけじゃなくて、いろんな国で実際に起こっていることだとは思うんだけど、物乞いをする人、それが例えばちっちゃい子供だったりとか、もうヨボヨボのおばあさんだったりとかを道端に立たせたりとか座らせたりすることで、こう目を引いて、同情の気持ちで通行人がお金を払う。そこの元締めがそのお金を回収してビジネスにしているっていうのが、物乞いビジネスの実態で、でこれをじゃあどうやって判断するかっていうと、難しい部分があるというか、常に同じ場所に配置されている人がいるとか、座ってお金集めてるけど、全然必死じゃないとか、お金を受け取る容器だけ置いて、もうそんな私困ってますみたいな感じではない人とか、これは本当にね、一概に言えないというか、これを判断するっていうのはなかなか難しいんだけど、実際にそういうケースもあるっていうことですね。で、そういう人に対して、やっぱりお金を置いてしまうと、利益目的の物乞いが成立してしまって、自分もそれをね、助長する一家になりかねないというか、っていう形になるので、そういうものにはできればお金は払わない方がいいのかなと僕は思っています。
まあね、人によってはそういった国の物乞いは全てビジネスとして回っているから絶対に物乞いにお金をあげてはいけないとか物をあげてはいけないっていう人もいるんだけど、僕はそうではないとは思っていて、それもね、国だったり地域とか環境によって違うものだから一概には言えないけど、ビジネス物乞いだけじゃなくて本当に困って物乞いをしている人もいるっていうのは事実としてあるはずだから、絶対にまたお金を渡さないっていうスタンスは僕は違うのかなと思います。じゃあ実際に現地の人、僕が住んでたケニアだったら、ケニアの人はその物乞いに対してどういうふうに思って、どういうふうに対応しているのかなっていうのを聞いたりしたこともあるんだけど、ケニアの人でも考え方っていうのは人それぞれで、実際に僕がケニアで生活してて、その物乞いの人にお金をあげてる人っていうのは見たことあって、やっぱそういう人っていうのは恵まれない人に自分が何かを分け与えるのは当然のことっていうふうに思っている。逆にその物乞いに対してお金や物をあげないって言ってる人が何て言ってたかっていうと、物乞いは怠惰だと、楽してお金をもらおうとしてるから自分は絶対にあげないって言ってる人もいました。だから結局ね、どうするのがやっぱ正解っていうのは実際に現地の人でもまあ分からないというか、本当それ人それぞれの判断によるものなのかなっていうふうに思います。で、あとね、実際に自分があげた時の反応っていうのも、それもね、なんか自分の中の判断の基準になってたりするんだけど、自分が道を歩いていた時にちっちゃいね、小学生ぐらいの子供5、6人ぐらいに囲まれてっていうか、わーって寄ってきて、着るものも結構ボロボロで、ボロボロのサンダルみたいな感じで、まあ、いかにもお金に困っているんだなっていうような5人組の男の子が、まあ、本当にお腹が空いて、もう今日食べるものがないからお金くださいって言われて、自分はあげたんですよね。まあ、そのケニアでご飯が、まあ、みんなでね、買えるぐらいのお金をこうパッてあげたら、そのうちの一人がスッてそのお金を奪い取って走って逃げて、俺に対してめっちゃからかってくるっていうね、やーいやーいみたいな、チャイニーズが金をよこしたぞみたいな感じでケラケラ笑いながら逃げていったってことが一回あって、あ、こんなこと起こるんだなみたいな感じで、すごく衝撃的でしたね。てっきりね、僕は本当に困っててお金をあげたら本当にありがとうって言ってもらえるのかな、言ってもらえると思ってからあげたわけじゃないんだけど、てっきり自分の頭の中ではそう言われるイメージをしてたから、そういうリアクションをされたことがすごくショックで、そういう反応をされた直後はもう二度と渡すもんかって一瞬は思ったけど、やっぱりね、感謝される前提で渡すのも違うと思うし、向こうはそんな態度を取ったかもしれないけど、それでご飯が食べれて嬉しかったのかもしれないから、まあそういうふうに相手が反応したからといって、まあなんか今後あげないとか、まあなんかそういうのは良くないのかなというふうに思いますね。それにしても結構ショッキングな出来事でしたね。はい、実際にそういう反応されたのはそのガキンチョ5人組だけで、結構他の人は本当にありがとうとか、神様のご加護がありますようにみたいな感じで感謝されるというか、本当に助かりましたみたいなことを言われることがほとんどですね。はい、ということで、今回はですね、物乞い、僕が実際にケニアで、出会った経験をもとに、まあ、物乞いに対してどういうふうにね、対応すればいいのかっていうところをちょっと話してみたんですけど、まあ、結局やっぱ自分で、考えて判断してくださいっていうことですね。絶対物乞いされたらあげなきゃいけないっていうこともないし、まあ、さっきも言ったように絶対にあげちゃいけないっていうこともないので、それは実際自分がその場に出会ってみて自分がどう感じるかっていうところで、まあ、判断できることが一番いいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。以上です。ありがとうございました。